はトクラ、その前大木原決まった、今シーズン初ゴール。手元の時計で後半の9分過ぎたところ、いや、その気をつけなければならないといったところ で、ね、マークがしっかりできていたのかどうかというところですね。浜野から大きな、菊池がついていたんですが、そうですね、精度高かったですね、ボールの、はい、浜野の、はい、そういう選手ちょっと悔しい失点だったかもしれませんね、これは。このバウンドもちょっとタイミング合わなかったですかね、はい。